ソロビヨフ D-30 ツポレフツ -134A に搭載された、ソロビヨフ D-30 シリーズ2粒子ニル -76 に使用された、アフターバーナーを搭載しない民間型の D-30 ツポレフツ -154 に使用された。アフターバーナーを搭載しない民間型の D-30KU-154 ソロビヨフ D-30 は、ソビエト連邦のソロビヨフにより開発された二軸式低バイパスターボファンエンジンである。D-30 は、離陸時やアイドル時の独特の騒音で知られる。超音速アフターバーナー仕様の D-30 回、6は MiG-31 揚撃機で使用され、アフターバーナーを備えない民間機仕様の D-30KP と D-30KU はイリューシンイル -62M とツポレフツ -154M 旅客機やイリューシンイル -76MD、TD 貨物輸送機で使用され D-32 や D-30P はツ -134 に採用されている。二軸式の低バイパス比。ターボファンエンジンであり、バイパス比は 1.0。離陸時とアイドリング時に独特の騒音を発する。アフターバーナー搭載の超音速仕様の派生型である D-30 回6は MiG-31 迎撃機に使用された。アフターバーナーを持たない民間仕様の D-30KP と D-30KU はイリューシンイル -62M 旅客機とツポレフツ -154M 旅客機、イリューシンイル -76 貨物輸送機に搭載され、D-32 や D-30P はツ -134 に採用されている。1970年代半ば、ソ連では MiG-25 フォックスバットを更新する高速揚撃機の研究が始まった。MiG-25 の備えていた2機のツマンスキー R-15。ターボジェットエンジンは上空でマッハ3を出すことができたため非常に強力ではあった。しかし、その性能は航空、高速仕様に特化していたため低空においては性能が落ちてマッハ1を超えることすらできなかった。もっと深刻な問題として耐久性が不足し高速飛行時での最大出力時にはエンジンが破損する場合があった。そこで、MiG-31 として知られる新型迎撃機には低空性能にも優れた新しいエンジンが求められた。ミコヤン・グレビッチ設計局ではソロビヨフ設計局に低バイパス比のターボファンエンジンの開発を要請した。これに応えてソロビヨフは D-30 回6ターボファンを開発した。推力は 9500kgf、アフターバーナー使用時には 15500kgfに達した。新型エンジンの搭載によりMiGの最高速度は 1800 マイルパーワー、離陸時の最大重量は10万1000ポンドに達した。これらの強力なエンジンによって、大型迎撃機のMiG-31は、高度5000フィート以下の空気抵抗の大きい低高度において、超音速飛行が可能になった。アフターバーナー搭載型の D-30 回6は、非常に強力なエンジンであったため、大半の航空機には高出力すぎた。その高出力ゆえに搭載機は限られ、2009年、現在、搭載している機体は、ミコヤン MiG-31 と、スホーイス -47 ベルクト実験機のみである。しかしながら、ス -47 は、間もなく、近代的な NPO サトゥールンの AL-37FU 水力変更型ターボファンエンジンに換装される予定である。アフターバーナーを備えない民間機仕様の D-30KP と D-30KU はイリューシンイル -62M とツポレフツ -154M 旅客機やイリューシンイル -76MD、TD 貨物輸送機と中国空軍 H-6 爆撃機や Y-20 輸送機で使用され、D-32 や D-30P は、Tu-134 に採用されている。出典、一般的特性構成要素、性能ジェーンズ・オール・ザ・ワールズ・エアクラフト1995。ありがとうございます。